明かり明かり、ライトが明かり、ほら、しっかり、エディ何やってんの？これ、立派な X ができてますよ、これ。やばいっすね、これもう、出ちゃってるもんだって。出ちゃってるよ、なんか。ダメ。はい。すいません、ダイレクトすぎるんです。今の社会に合わないね。それから絶対ライジオが。私でいいと思う。社会がね。社会がね。いやー、いいっすね、これ。ジュージュー言ってるよ、ジュージュー。もう、ビッグショーだよ、もうこれだって。いろんなの出てきちゃって。汁だくですよ、もう。ああ、やばいな、これ。いらっしゃい。小倉県へようこそ。再び。今日は肉だから。肉の日。ああ。麺はないから、今日。いや、ちゃんとね、割り箸も準備して、完璧です。手で食べなくて済む。大丈夫ですよ。楽しみにしておいて。はい。はい。ここでね、スペース作ったんで、シュッと。はい。いいね。絶対持ってきちゃおう。OK。OK。で、こんなキッチンなんですね。そうなんですよ。だいぶ低いですよ。そうっすね。いいですね。キッチンは、はい、水分、はい、お肉。お肉、はい。あ、もうこれそのまま。できますね。さすがです。よいしょ。はい。あ、いいね。これとあとで使いますか。じゃあ玉ねぎで、もう焦げちゃってるもんね。なんと今回醤油酒みりん忘れました。でも大丈夫、アイディアがあるから僕には。赤ワイン、ジョシュアツリーで飲んでた赤ワイン。ジャパニーズバーベキューソース。発音してください。ジャパニーズバーベキューソース。こんなもんかな。OK。もうこれで最高のソースができるわ。肉のうまみと赤ワイン、玉ねぎの甘み、そしてジャパニーズバーベキューソース。甘いやつね。テリヤキソースみたいな。めっちゃ低くないですか。え、キャンプのスタイルよ、これ。これがキャンプのクッキング。ジャパニーズは低姿勢ってことよ。姿勢低くね。オッケー。じゃあ、これでちょっと煮詰める。うわぁ、美味しそう。ちょっと見てみましょう。あ、いい感じじゃない？非常にいい感じじゃない？どうですか？てっちゃんの調整ですよ。
いいね。エッチだね。うまい。スティーブ。あります。すごい甘かった。うまっ、めっちゃうまい。はい、うん、ありがとうございます。焚き火とウイスキーのスティーブンですよ。やばいっすね、これ。最高じゃない。超楽しい。そしたら目の前海だからね。ねえ。その、ね、波の音を聞きながら、焚き火しながら、ウイスキー飲んで。ウイスキー飲んで。え、ちょっと待って、これ。何やってるんですか。え、oh, California living the life. サーフィンで疲れてるよ。めっちゃ疲れてました。眠いですどっと疲れますね。さあ疲れるよね、うん、もう最高っす。最高。ありがとう。ありがとうございます。スティーブンのおかげでここ撮れたんでね。よかったです、うんうん、ありがとう。また行きましょうね。また決めましょうね。はい。ちょ、待って、てっちゃん、シナボン知らないの？シナモンって何？シナボン。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 え、何？世界で一番甘い。世界で一番甘い。世界で一番甘い？スモールケーキ通る。明日の朝食にね。はい。準備してたんですけど、はい、今食べましょう。食べていいですか？もちろん。あー、やったー。あー、何これ。ちょっと温めるとうまいんだよね。あー、どうしたらいいんですか？いや、このままいっちゃって。めっちゃ美味しそうじゃん。めっちゃ美味しそう。カロリーをバタークリーム的な感じかな。こういう感じですね。ちょっとあんま取れにくいな。うまい。めっちゃいいかも。めっちゃうまいこれ。え、これ名前何でしたっけ？シナボン。シナボン。アメリカのソウルフードです。モールと日本にもありますね。日本にもあるんだ、はい、うん、日本のマックで食べたことある。違うこれ違う、それは違う。シナモンロールうん、美味しい。どうぞお楽しみください。めっちゃうまい。あー、求めてたこれ今。よかった。さあ本日も辛ラーメン、今回ね、チーズと牛肉も入っております。あ、いいね、足りるね。オッケー、完璧。3分。うわ。青ですよ。やりましょう。めっちゃうまそうな格好してるな。スープラーメンが似合う。似合うでしょ。あー、やばい。うまい。うまそうだ。うまい。めちゃくちゃうめえ。アフリカ物ですね。
なるほど。コブラー県の何なんですか。うちね、スパイシーラーメンを始めたから。うまっ。カリフォルニア、ルーティングライフ。さあ、これで、ね、Jさん、ラストナイトですよ。どうですか。贅沢ですね。贅沢ですよ。こんな海の目の前で。ただ寒いってだけで。そういうことです。ただ寒いんですよ。はい、でも贅沢なんです。ちょっと寒いけど。どうしたか、1週間のカリフォルニアライフ。そうですね。なんかまあできないことを。ができて、ね、日本とは違いますか。日本とこう違う体験がたくさんできましたね。こっち住んでるとできなかった、こうわざわざ行かなかった場所とかできなかったので、はいはい、だそういうことを今回はできたんじゃないかなと。こんなとこなんか、ね、俺も初めてだしね。お金を出しても来れる場所じゃないですかね。そうなんですよ。本当に100万円出したってね、来れないところだ。そうですね。1000万円出しても来れないですね。来ないからね。ありがたいですね、これは。ね、みんなで美味しいバーベキュー食べて、お酒飲んで、まあ寝る人は寝ましたけど。そうですね。もうだいぶ皆さん潰れてますけど。そうですね。あ、こうやって最後の夜を、そうですね。僕は余すことなく楽しんでます。それでは明日。気をつけてお帰りください。そうですね、まあ、皆さんがまだ、ね、ここにいる時間にもう一人だけ帰っちゃうのかもしれないですけど。そうだね。ゆっくり楽しんでください。ありがとうございます。それではまた日本でお会いしましょう、はい、そうですね、日本でまた次お会いしましょう。はい、ありがとうございます、はい、それではお疲れ様でした。お疲れ様でした。 Thank you for watching. Make sure to hit that subscribe button. Follow Pajime on Twitter and Instagram. And we hope to see you back again soon. あ、日本もっと寒いだろうな。寒いだろうね。寒いだろうな。